9はスマホを探せ。スマホ、なめこもスマホを持つ時代なのね。ほい。ということで、今回はこのなめこの脱出ゲームというアプリをやっていきたいと思います。タッチトゥスタート。なめこの脱出ゲームとかめっちゃ面白そうじゃない？いや、私、なめこのゲーム自体全くやったことないんやけど、ちょっとこれ気になったけんね。はい、ステージ選択1から。1はなめこに戻せ。シュワシュワの状態から、ジメジメした状態に。なめこに戻せ。この子別に何もできんのか。何これ？なんかめっちゃ揺れおるけど。お！はい、これで、水をかける。おー！なめこになった！あの揺れてた鉢植えみたいなのは何も関係ないんやね。なるほど。2は、楽しいクリスマスを始めろ。うわ、かわいそう。なんか、超ぼっちなんやけど。やば、お、なに？かわいい。これ隣に置く？ちょ、悲しい気がすんでもないけど。これで、はい。キャッキャッキャッ。え、でも悲しくない？隣にあるのぬいぐるみなんよね。結局ぬいぐるみであることに変わりないんよね。え、つら。かわいいけど。3は脱出せよ。お、黒ひげ危機一発ならぬ、なめこ危機一発。ほっ。はい。ダメだ。はい。お？あ、待って、これ横にもあるよ。なんか鍵あるやん。あ、なるほどね。脱出か。こういうこと？これで、え？これで？は。あれ？はい。え、まさかの最後？はい。もう少し頑張りましょう。マジか。マジか。え、どういうこと？脱出せよ。え、とりあえずここに鍵があるけん、これ鍵開けるやろ？で？あ、開いた。え、で、これほどく。これでほどく。できた！脱出！おー、大変よくできました。なるほどね。中身。なるほど。あ、じゃあ、あのままさせていけたら、本当にグサってなる感じやったんかな。怖っ。4は、満腹になれ。なめこは食べ物を食べるの。いや、私、このシリーズがわからんけんね。あれなんやけど。お、キノコゲットした。他は？もうないの？はい。いや、キノコがキノコ食べるってね。あ、お腹空いてる。空いてるよ。満腹にどうやってなるんだ？どうなるんだ？満腹に。キノコ。でもキノコ。キノコ。え、なんだ？どう？わからない。わからないよ。どうやったら満腹になる？これ。なんなの？これは何かひねりが必要なの？一級さん的な。待って。なんかこれ変化が起こり得るときに何かできたりとかせんのかな？ちょ、待って。キノコが出てきた。それ以上は何もならない。何にもないな。入れてみるけど、あ、ここまで。あ、上がれよ。わからん！ヒントを見ます。はい。はい、ヒント。キノコ狩りに行ってきたよ。わかるよ。わかるよ。キノコはあったから。2つ目のヒントをください。はい。はい、ヒントその2。なめこの頭にキノコを使うと。お、これは、あれ？増えるってこと？まさかの、そういうこと？なめこの頭にキノコ。はい。胞子が、なるほど、ジメジメしてるから。めっちゃ生えた。めっちゃ生えたよ。可愛いんだけど。はい。どうぞ、これで満腹になる？でも、キノコがキノコ食べるってさ、あれじゃない、満腹になった、太った。共食いじゃないの？大丈夫なの？その辺は。5は、虎を捕らえよ。シャレですか？これあれやない？なんか、一級さん的な。ねえ。立ってる。二足歩行。逆に捕らえられましたけど。捕らえられましたけど。はい、こっちで、これを使うんだよ。さあ、行け！いや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 。いや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 。捕らえられてるじゃねえか。なんかリンゴ出てきた。このリンゴどうするんだ？え？リンゴ。で、紐。リンゴ。あ、罠。賢い。さあ、これを食べようと。おー、やったね。なんか食べる部分は別に何もなかったよね、みたいなの。6は、クリスマスを作れ。どういうこと？クリスマスを作れ。え、そういうこと？え、そういうこと？クリス、マス、クリスマス。違うの？シャレじゃないの？え、違うの？どういうこと？クリスマスを作れ。こっちなんか揺らしてたら何か出てきたりとかしないのかい？なんか跳ねるよ、跳ねる。え？あ、なんか椅子がなくなった。お、押す。そういうこと？まあ、確かにちょっと一文字多いっていうか被るなとは思ったんやけど。ね、クリでリまで言っとるのに、リスでリが被るなって思ったけど、そういうことか。クリ、ス、マス。結局ダジャレかい。でも満足したっぽい。大変よくできました。イェイ。7は違うところを4つ見つけろ。あ、これ、あれやんね。探偵の女の子。で、こっちと比べて、なめこの、汗の量が違う。はい。そして、この女の子違わないのかな？あ、違わんような気がする。じゃ、この、真ん中の像の髪の毛が違う。そして、ここがなんか桜じゃない。そして、手前のこの木彫りの熊が気になるけど、これも関係ないっぽいね。え？あと1個よね。あと1個、どこだ？え、この女の子にも違いある気がするんやけどな。ないのか。ないのか。いや、ないね。ないっすね。うんうん。ないね。なんだ、どこが違うんだ？同じものに2個の間違いとかは多分ないと思うんやけど、なんかこのね、手前の置物たち、でも何も違わなくない？別にめっちゃ一緒なんやけど。あ、なんか、魚の大きさが違う。そういうことか。オッケー。8は黄金なめこを探せ。黄金なめこ。シワシワのなめこがいっぱいいる。黄金なめこ。バケツをゲット。バケツでちょっと水を汲んで、水をやったら黄金かどうかがわかるみたいな、そういうやつじゃない？違う？バシャ。うわ、筋肉もりもり。あ、かわいい。普通。うわ何こいつ何なの？あれは虎なわけね。なるほど、オッケー。はい、黄金なめこを探せ。ってことは、まあ、あれは虎だからダメでしょ？じゃ、もしかしたら穴の中にいないんすか？いないのか。なんかちょっとこの辺とかにさ、いないっぽいな。これはね、違うな。ここはね、違う。この砂。え、いなくない？黄金なめこ。え、いなくない？え、いませんけど。バッシャ。あ、入手した。あ、入手できるんや。なるほど。あ、違う。は。この子は入手できない。この子で、なんか、虎に対抗するってことかな。バッシャ。バッシャ。そして、この子を、はっ。できんのか。え、でも、ゲットできるってことは、使えそうじゃない？黄金なめことやらが何かがちょっといまいちわからないんだけど。なんやろ、今までのなめこをプレイしてきたらわかるんかな。とりあえずこの子ゲットしました。なんかどこかしらで多分使えるんじゃないかなと思うんやけど。使えない。全く使えないけど。え、全然使えないんだけど。なんなの？おお、なに？おお、力持ち！これか、黄金なめこ。あ、もう大丈夫やった。大変よくできました。あ、そういう黄金なめこってそういう感じ。なんかエジプトにおりそうな。9はスマホを探せ。スマホ、なめこもスマホを持つ時代なのね。何それちょっと。ねえ、ママなの？はい。ん？なんか、スイッチ。そして？え？これじゃない？これ。スマホゲットしたよ！ほら！イェーイ！これ何のスイッチやったんやろ？ロケットが飛び立つスイッチかな。恐ろしい。10は、バレるな。何からバレるのかな。お腹すいたね。誰これ。これもなめこ？お腹すい、あ、つまみ食い？入手したけど。お？は。え、憎まれよる、憎まれよる。え？仲間じゃないのこの子。待って、怖いよ、誰？中にめっちゃ隠す。は、おかわりください。え、怖い、何生きてないあの子。なんか必死で押さえつけよるけど。恐ろしい。じゃあ今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。